鉄器、鉄器鉄器とは、バーチカルタンク、VT と呼ばれる、架空の戦闘用二足歩行ロボットの操縦を再現するシミュレーションゲームである、公式発表では、ジャンルは操縦となっている。カプコにより2002年9月12日に、XBOX 用ソフトとして発売された。海外では、の名称で販売された。2004年2月26日には、 オンラインサービス XBOX Live に対応したネットワーク対戦モードを追加する拡張ソフト、敵機対戦が発売された。また、新規エントリーのユーザーのために前作である敵機とボタンの色が青い改良型コントローラが同梱された。パッケージも同一価格の19,800円で同時発売された。どちらも開発はカプコンとヌードメーカー。ディレクターは こ野百123、プロデューサーは、稲葉敦ー大事は、無印、対戦ともに、森大栄。メカニカルデザインは、大久保淳二。東京ゲームショー2 0 1初日のマイクロソフトの発表にて、フロムソフトウェアカプコンのコラボとして、続編、重鉄器がキネクト専用ソフトとして開発中である、ことが発表された。2012年6月21日発売。 このゲームを象徴するのは、同梱の専用コントローラである。組み上げると、奥行き26センチ、横幅88センチにもなる操作パネルには、エーミング、照準とローテーション、旋回の2本スティックと1本のシフトレバー、40個以上のボタンが並び、さらに3つのフットペダルもある。これらのレバーやボタンはすべて VT を操縦する上で、必要な機能が割り振られている。 例えば、コックピットハッチを閉じるスイッチや、起動時に使うボタン類や、トグルスイッチ、カメラ洗浄用のウィンドウボッシャーボタン、機体が撃破された時に使用する緊急脱出装置ボタンまである。操作面に付随する演出についても、撃墜された際に、機体からの脱出が遅れると戦死したものとして、扱われセーブデータが消去される、急激な方向転換で、 機体バランスを崩したら点灯回避策。もし点灯した場合は、起き上がり操作を手動で行う、敵の攻撃により、システムが停止した場合には、再起動の操作を行わなければならない、といった点までリアリティを追求している。これまでにも、電脳戦機バーチャロン、アーマードコア、ガングリフォンといった、いわゆる、リアルロボットの操縦をテーマにしたゲームは多数、存在したが、いずれも、 操作が複雑にならないように、標準のコントローラで操縦できるようになど、過度なリアリティよりもゲーム性を重視する方向で、システムデザインがなされている。しかし、本作の場合は、現実に VT という兵器が存在した場合、どのような操縦方法をするのかというところから、出発し、それを実現するのに必要な専用コントローラを、新造して、 ソフトテンプするという前代未聞のゲームとなった。アーケードがプラットフォームで難解な操作を要求する同ジャンルのバトルテックの影響が強く現れている。その操作方法は当然のことながら複雑なものとなり、最初のうちは VT を起動させるだけでも練習が必要となる。しかし、そういった操作方法の習得の苦労も本作の魅力の一つであり、苦難の末に VT を 意のままに操れるようになった時に他のゲームでは味わえない楽しさが見えてくる。そして一人用ソフトである鉄器で磨いた操縦の腕を披露する実践の場を提供するのが拡張ソフトである鉄器対戦となる。本作は19,800円という価格と日本における Xbox の販売不振によって商業的には成功したとは言えないが話題性と ゲーマーからの注目度は非常に高かった。他のメーカーが全く手をつけようとしなかった新分野を開拓した。オンライン版である敵器対戦のキャンペーンモードは Xbox の不振もあり2005年10月1日という短期間で終了した。だが数こそ少なくなったものの今もなお熱烈なファンたちが夜な夜な集まってはフリーモードで戦闘を続けている。特に 日本時間の金曜土曜及び祝日前夜の22時以降の深夜帯が狙い目とされる。しかしそのフリーモードもアメリカマイクロソフトの発表によれば2010年4月15日で旧来の Xbox Live のサービスが終了予定であり以降はシステムリンクを利用したローカル対戦のみとなる。鉄器、兵器ボックスのような緑色のパッケージ、鉄器対戦鉄器同梱版。 VT イラストの描かれた装填燃色パッケージ。2080年代。すでに人類の進歩は飽和状態であり、ほとんど現代と変わるところはない。この時点でも世界最強国はアメリカ合衆国だが、すでにアメリカ主導型の世界戦略は完全な破綻を起きたし、往年の指導力は失われていた。世界は文化圏の近い国家同士による、 集合、離散を繰り返し、政治、経済のブロック化による新たな巨大国家連合への道を模索しつつあった。直訳するならば、直立戦車。VT は、世界的軍縮が続く中で、兵士の絶対数を減らしながら、戦力水準の維持というジレンマを抱えており、その対策として、米国で2045年に国費プロジェクトとしてスタートした。 バシュビヒクル計画の結実したものである。現実の世界で作れば、このような形になるという意象のものが多く、開発の経緯などは公式ガイドブックである、鉄器改善が詳しいため、ここでは省略する。ゲーム開始時、最初に乗ることになる VT は、第一世代であり、ゲームの進行によって登場可能な VT は増えていく。小松社製の VT は、 バランサー性能があり大変乗りやすいのだが、基本形のリサイダーおよびプロミネンスがすでに絶妙なバランスの上に完成した機体であったため、急遽改造して作られた派生型は調整不足でバランサー性能がかなり落ちる。対 VT 戦の決定打となるリニアレールガンを他社に先んじて実用化することに成功するも同時期に研究が進められていた他社製のレールガンと比較すると威力、 射程とも劣る。旋回性能と最高速に優れ、空抵効果能力も備えた軽量型高速機が、売りの VT 企業、ジャララックスシリーズの販売も行っている。高速装填システムの実用化で実現した、アサルトライフルが強力だが、射程が短い。機動力の代償として、耐久力が極端に低い。旋回性能が高いとはいえ高速域で、 急旋回すれば点灯してしまう。傭兵集団ジャララックスが使用しているジャララックスシリーズは、オクタエーダーの下で相手をインフさせる力というコンセプトで開発された重量級の VT、重量級の威圧感と重量級の軽快さを合わせ持つが、主兵層が重機関砲を除きすべて単発なのがたまに、傷。標準的な VT と比較すると若干ながら鈍重であるため、 相応の習熟が必要となる。射程距離に優れる極射榴弾砲による後半囲爆撃が可能など、性能を特化した一芸に引い出る VT を多く開発している。同時に弱点も内包する機体であるということで、それは特に対戦で顕著なものとなっている。弱点を補う VT とのセット運用で多大な戦果を上げられる。流動的に戦況が変化する戦場で、 いかに有利な位置取りを続けられるかが重要。高いトルクで不整地も物ともせず展開し、アウトレンジから一方的に局射流弾砲の雨を降らせることができる。反面、至近距離戦闘はかなり増えてであるため、前線から一歩身を引いた位置取りや、寄られにくい地形、あるいは護衛をつけるなどの対策が必要。射程に優れるスナイパーライフルを搭載でき、 遠距離で一方的に攻撃できるほか、中距離でも格好法で剪定を取れる優秀な VT。若干旋回性能で劣るため近距離は苦手。副兵装は同クラスの他の VT よりマシなものが詰める。初めて VT の実用化に成功した VT 企業の元祖。回戦当初は相対的に旧型となってしまったビッツを提供するのみだったが、中盤から終盤にかけて、 高性能な VT を次々と提供してきた。VT 開発競争が激化したことにより、相対的にすでに旧式の部類に入る VT、射程が足りず、近距離戦闘を強いられるが、それに耐えられる耐久力もない。通称、鉄の看護オ VT 企業ではない。弱小振興勢力に過ぎない、ライトブラザーズが低予算で、 高い効果を上げるゲリラ戦に必要な能力、中近距離の戦闘力、マーカーランチャー等に特化して開発した VT、揃っている。ビッツ系の近距離戦闘能力に目をつけ、発展させた VT、中長距離の火力は皆無だが、敵をレーダーに表示できるマーカーランチャーを搭載できる。ゲリラ戦で有利な位置取り、あるいは連携で、数の優位を作るために役立つ。また、 高いトルクも特徴で不整地での加減速がスムーズに行える。新興の VT メーカーではあるが、実はジャララックスシリーズの開発元であり、重量級 VT 開発の実績はあるはずなのだが、オクタエダー社ブランドで開発された VT は、トータルではかなり扱いづらいものとなってしまった。MS の用意した反則キャンペーンとして行われた検証。 敵器対戦戦場へご招待キャンペーンで敵器対戦を究極まで堪能できる環境をということで用意された英称鉄器無双空間が当たるの商品楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。